五葉松 の、はい、あの文人帳の木ですね、はい、でこの木の特徴というのはやっぱりこう古さが出てますこれ、うん、もう幹がこれだけもう肌が上がってきてますから、はい、で枝の方まで来てますここに、うんうん、肌が出てるの枝の順番を見ると、うん、これはいいですよね下の方 で、はいはい、でこれがもうダメになると思いますよこの枝は、うんうん、弱ってこれカンヌキって言うんですよこれと同じ力でこの枝をあの落としていかなきゃいけないんですよね、うんうん、というのはこういうカンヌキがあるとここが、ね、太ってきますよこれ、うん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 、このコケジュンが途中でこうポコって蛇が卵飲んだみたいになるほどこれはあの弓矢だって言いますからカンヌキ、はい、でこの辺 の、 あの枝を落としていくまずこれとこれを落としますね。だって正面は木がお辞儀してる方、うん、こっちですね今ね、はい、じゃあもう背中になると思います。で頭をちょっとあの前に振ってくるような形ですね、うん、こう見えるようにここ正面にしましょう、はい、このカンヌキをどう開封するかどっちの枝を落とすかって、うん、いろいろ考えたんですけどね枝の太さ見てくださいこっち太いでしょこれこっちの細い、はい、幹に対してちょっと太すぎる感じがしますので、うん、一応後ろ枝だけどこれ落としちゃいます、はい、後ろ枝を切ります、はい、一応こういう正面で細い木の場合の枝の作り方っていうのは幹に枝を寄せてきますこういう枝もこうちょっとこう寄せてきますそれでこう肩って言いますけどこれを見せてきますですから針金をかけて針金をかけてもっと枝を幹に近づけていく、はい、そういう針金のかけ方をします、うんうん、今何が入ってるかちょっと針金が入ってる、はいはい、ちょうど合うんですよ、うん、かけていきます、はい、であの針金あの今回これであの黒木五葉松なんで、はい、あのアルミ線じゃなくて銅線かけますから、ね、銅線銅線 の、 あの太さっていうのは何番何番って番号で表してます、はい、何番って何番ってっていう、うんうん、これ番号が増えてくると、はい、針金が細くなってきます、うんうん、アルミ線は逆ですからね、はい、あ番号が増えてくるとあミリですから番号が増えると太くなる銅線っていうのは一回ね熱を加えて柔らかくしたんです一回曲げたり伸ばしたりすると針金が硬くなってしまいますですから針金をかける場合これ銅線の場合は大体一発でかけないと、うん、かけ損じて戻すと硬くなってあのかけられなくなります、うん、ですからその場合は切ってまた新しい線針金でかけていくようになります。なるほど。これこう曲げてってこれ一回曲げます、はい、そしてまた戻すともうこれ硬くなっちゃったんです、うんうんでアルミ線の場合はね一回使って再利用できるんですよ、はいはい、こうやって一回ぶってあの曲がってても伸ばせば、うんはい、また使えるようになります銅線の場合はもう硬くなっちゃってこれ伸びないです、うん、あのかけそうにしたらもう一回かけ直しっていうことで、うん、この枝からこの枝にかけていきます、うんはい、針金の切る長さっていうのは 1.5 倍かける長さここからここまで 1.5 倍の長さ、うん、ここで切ります、はい、まず針金の入れ地はここですうんうん、下げてきますから、はい、下げる場合はこう上に入れます、はい、こう見てください、はい、こうとか隙間開かないようにだって紙下って言いますけど、うんはい、こう隙間開いちゃうと針金効きませんので、うん、隙間開かないようにこうつけていきます、はい、で角度は45度の角度大体45度になってます、うん、でこれは針金の持ってくる位置ですね、はいはい、これはこう分かる面の先まで持ってきます、ほうほうほう次の針金の支点になりますからこれがあなるほどこれからこうなってきますねここからまたかけていくそうそうそうここからこの針金を支点にしてこれとこれをかけていくほうほうほうそれ必ず分かる面の先まで持ってきてないとなるほど次の針金に入るの、はい、で最後はこうちょっと、ね、角度変えますか、うんうんこのぐらいの角度45度よりちょっと垂直ぐらいの角度、うん、ここで
ここを角度変えるのは、ここ枝がこの角度に行って、ここ隙間空いちゃって、はい、グラグラしてる、うん。ですから、ここを角度を変えてみます。これはい、カチッとここが止まるように。うん、1の枝、2の枝ってかかりました、うん、そして今度は3の枝、4の枝ってかけてきます、うん、その前にこの1個ね、1本は針金通しちゃいます、ここら、はい、頭をこう操作しなくちゃいけないんで1本通します。今こうだから、はいはい、左回りですからね、はい、これこうやってのまた逆回りになっちゃうんで、うんうんうん、揃えてきます。これで固定されてるんで頭の操作もできます。はい、であと枝もう一回かけてきますね。なんかここまで持ってこないといけないですから、はい、このぐらい長く取ってみます。ここに入れて、ちょっとここの枝の出方がおかしいんで、はい、これ一本抜きますから、これ貫抜き状に出てるんで、この太く取っちゃいますから。だいたいもう枝に針金がかかってるんで、あとこういう細かいところをかけていきます。これって上から通してるじゃないですか。そうです。あの下げる場合は針金上持ってきます。なるほど。小白炉っていうのは枝をグッと下げるんで上持ってきます。上持ってくる。上方ですね。臓器は下から。臓器はあの下から入る、はい、枝は上上がりますから。なるほど。あのそれがあの盆栽の基本です。臓器と黒木の違いっていうのが、はい、枝の出方が違いますから、はい、小白類はグッと、うん、力強く下にグッと下がる。臓器の場合は上に出る、はい、枝が上に出てますから。なるほど。こういう小白類っていうのは山の高いところにあるんで、はい、雪とかそういうのでグワーッと枝がこう重みで重さで下がってて、そういう感じですよね。なるほど。臓器っていうのは山の高いところにないでしょ、はい、ですからあのこう平地に生えてる里の木ですから、はいはい、枝はこう上に向いて枝が出ています、はい、ですからこの V 字型、これはあの小白類と V 字型、はい、臓器の場合はこう上向いた V 字型を作って、はい、欅なんか得意そうです、はい、欅の枝の出方っていうのはこうバッて放棄作りです。ここに V 字型で枝が上向いてると、はい、それがあのこういう小白類と臓器類の違い。針金の順番ってなる。針金の順番、うん、まずさっきここで一本針金通しましたよね、はいはいはい、ずっと、はい、そしてもう一本入れたんですよね、はい、でここにあの新たな細い針金が2本入ってたんです。でこの針金の入り方っていうのはここ出てた枝の下側に入ってます。あのここだと上かで、この細い針金がこれに沿わせてこう入ってきてるんですけど、枝の下に針金入れたら次も下に入れないとこの枝の針金入んなくなっちゃいます。ちょっと難しいかな、うん、後でやってみます。枝の下、はい、細いところでこれ完成っていう木作っていくわけです。途中ですけどね、はい、綺麗にそれだったら綺麗に見せなくちゃいけないので、うん、針金かけもやっぱりきちっと綺麗にかけていった方がいいかなと私は思ってます。あの針金入れたんで、はい、あの幹に近づけてみます、枝を、はい、まあ、針金を持たない木をあの動かすには針金を曲げる、はい、ここにこ近づいたらしゃべる、うんうん、で今度はこう決めてきますから、はい、これとこうかけてきます。はい、ただここは2本入るわけですよね、はい、長さはだって 1.5 倍、はい、で太さは3分の1、うん、導線の場合そのぐらいでいいと思っています。こう入れます。針金を沿わせる、はい、出てくる分かる目の2つ先ぐらいまで持ってきたといいです、うんうんうん、こう V 字型作っていきますね、はい、
ちょっとさっき言ったね、はい、枝が飛んじゃった場合っていうのはちょっと紐かけてやりますんで、ちょっと紐を持っています。これ赤色と白い糸なんですけど、うん、我々もう最初の頃いきなり針金かけないで、はい、こう紐で最初こうやってて、絶対重ならないようにするんですよ。どうしたらいいかっていうのは、この赤い糸と白い糸は。なるほど。これで練習したんです。ここにね、ここ一本針金入ってます。はい。これ なかったとしてください。そしてまず最初の針金をこう入れます。うん、こう入ってきますね、はいはい、この入り方が枝の手前に入ってるんですよ、これ赤いのが枝の手前、うんうん、枝の手前、うんうん、こう枝の手前、はい、そしてこれも次もこう枝の手前に入れてほうほうここに、はいはい、こうね、これだとうまく入るんです。なるほど。ちょっともう一本2本目入れます、はい、こう見てください。これ自然にこう入ってくるんですよ、これここに、うん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 、交差しないで、はいはい、手前に入れた。で次もこれ手前に入ってますから、ここ手前に入ってますね、この枝の手前、うんうん、でこの次のこう一歩入ったとします。次の針金がまた入って、ここからスタートすればいいんです。この針金はここに入ります。ここにほうほう、こう入ってますよね。はい、で次の針金を入れます。うん、こうなるほど。これだともう交差してないですよ。でこれ交差するあの針金でかけ、ちょっとやってみますが、はい、この赤い針金の入り方が悪いと交差しますんで、うんうん、こうやって今手前入ってます。先行っちゃうんです。ほうほう、ここは手前に入ってます、はい、でここ先飛んじゃってますから。で白い針金、あの針金をちょっと入れてきます、はい、これ、うんうん、ここ入れないでしょ、これこっちの、うん、ここに入れるとしたら、こっちの枝に入らない、うん、そう、このままで入れるとしたらもう一回りしてこう入れるような形になっちゃうんですよ、ここにね、うんうんうん、でこう入った入ったですね、これ、はいはい、ここは入った、ここ入れる、うんうんうん、これ必ずこう入れるとしたらこうなりますから、うんうんうん、こういう形、そういうことはほら交差しないと入れるんです。交差しちゃってるとここでね、うんうん、こうなっちゃいます。ですから手前に入れたら手前にこの赤い針金を持ってこないとダメなんですよ、うんうん、細い針金だったらあまり目立たないですけどね、はい、太いのをこうやって入れていくと、うんうん、この交差してるのが分かりますんで、ちょっとすると見てくれ悪くなります。木がどうのこうじゃなくて見てくれ悪くです、うんうん、枝の周辺に手前に赤い針金が入ったら、この枝の手前にここが入らないといけないです、うんうんうん、そうするともう自然に針金入ってきますから、なるほど、交差しないでいう形です。これが枝がこういっぱいあった場合ね、あの必ず手前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 先先先どっちか選んでいかないと、うん、ちょっとあのピッチが狂う場合もありますけど、それやってた方が綺麗に針金見えますね。一応ねこう針金かけ、あの交差しない針金かけ、うんうん、こういう形。20番、あこっちだ、20番で、このぐらいだと20番で効くと思うんで、はい、これでかけてくる。で最後にはこの22番で、うん、あの目先までかけてきますから、はい、こうきっちり、木に密着するような形で針金かけてきます、うんうん、今ここで手前に出ました、はい、これはあの枝がないけど、こういう手前手前ってこれはもう手で覚えていった方がいいと思います、うんうんうん、こうそうですね、この針金がこう手前に入る、手前、こう手前に入る、こう手前に入る、はい、この針金の最後の入る位置、うんうん、この上の手です、ここへ、はい、これが半回り一回りか、こういう形上に持ってきて、これでこう爪で押さえて半回りして、はい、上に向ける、うん、なるほど、こういう形です、はい。
でちょっと 5mm ぐらい残してこう切っておきます。あとここですね、こう支点をどこに取るか、ここで言ったんです。これ全部、うんうん、先まで隠れる必要ないんで途中でこう止めちゃって、はい、間違えました。もしれこんなこれだけ飛び出してるんで、うんうん、この輪郭から出てるんですよ、はい、これここまで潰れちゃいます。はい、でこれまで一応この枝は針金でかけ終わったんで、はい、あとこう 目先整えてきます、はい、一応これ文人帳の木なんですけど、うんうん、この下枝の1っていうのがあるんですけどね、はい、大体3分の2ぐらいまで、ちょっとこれ低いんですけど、うん、これ低いですよね、3分の2以上になってから全体の。あとでこれいらなくなるかもわかんないです、はい、この枝がこうなるかも。だから今はつけときますんで、はい、この位置ですね、ちょっと低いんですね、これがね。大体この位置が決まった、はい、今度次2番目のここに行きますから、はい、うん、去年の葉っぱがついてるんですよ、これ。あ、そうですか。これ、うん、これ、あ、本当だ。こう見ていくと去年、一昨年ぐらいのがついてるな、うん、こう見てここ切れ目があります。はい、ここに切れ目、うんうん、でこことここの境目、この切れ目、だから去年の間は葉っぱまでこう取ってきます。こういう形、こういうふうになりますから、うん、最初の形はこれですね、はい、こういうふうになる。これも取っていますね、はいはい、こういうふうに取っています。それでこの時の手の入れ方、何も知らない人ですね、こう手が入ってるんですよ、うんうんうん、上から、はい、ここにこれ葉っぱみんな落ちちゃいますから、これ、うんうん、必ず下から手を入れる、うんうん、ここにこれもそうです。こうやっていったらここの葉っぱみんな折れて、1週間もすれば葉っぱ赤くなってきますから、うんうん、枯れたような形になります。ですから手は下から、はい、3本、うん、3つあるんですよ、目が、うん、ここ本当です3つになったでしょ、はい、1個いらないですから、2本2本使ってた、1個いらないから、うん、こういう2本、今取っちゃいましたからね、うん、真ん中取って、基本的には真ん中取ります。両端取る場合、両端どっちか取る場合もありますけど、基本は真ん中の中抜きって、うん、真ん中抜いていく。あとここにこう小さい芽があります、はい、こう大きい芽のこう手前にありますから、うん、こういうのは残しておいた方がいいです、はい、というのはこれが長かったらここまで詰めることができますから、ここ短く、うんうんうん、こういう元に吹いてる芽は少し残しておいた方がいいです、はい、これなくてもいいかなって、肩見せるために近すぎる、こう取ります、はい、あとこの枝ですね、うんうん、これ下向いて出てるから、これも取ります。こういう弓枝ってこう、はい、いろいろありますけど、こう下向いて垂直に出てる枝、それから、うん、垂直で上にこう上がってた、はいはい、こういうのイメージだ、はい、それからここにあるのがさっき言ったこうなったら、うんうん、缶抜けだ、こうなります、うんうん、でこうあった場合、太い方と細い方があった場合、はい、どっち抜くか、やっぱりこういう文人帳の木だと太らさせたくないんで、うん、細い方の残しています、はい、細い方ね、こうなってたらこれを切ります、うん、こっち残して同じだったらこう順番同じ太さ、はいはい、だったらこの枝の次は左側で、うんうん、見てですからこうなっちゃった、なるほど、こっちの枝なくなっちゃう、順番に出して、うん、それはこれを落とす、こうなったら、うん、同じ太さだったらこっちを落とす、はい、そしてこう順番に、うんうんうん、一番目の枝が見て右側に出てる、うんうん、二番目の枝が貫抜きになってる、うん、どっちを落とすか、左に枝を置きたい、うん、そして右の枝を落とす、うん、そしてこういう形になりますから、うん、少し抜いてきます。わかります、下で出た、うん、下イミエダですね、うん、そうです、イミエダ下、はい、近いからこれも取っちゃいます、うん、これでいきましょう、うん、これ長さ同じでしょ、これ、うんうん、これこのダムをつけた場合、なるほど、同じ長さになっちゃうんで、これも外します、はい、ここまで
ただ、まあ、針金かけながらやってみますね。この間、はい、この針金、太い針金が、うんうん、これ先まで来てないんで2本かけちゃった。細いので、うんうんうん、ですからここは2本かけ、はい、2本だったですね、3本だった。あら、こう針金目立っちゃうでしょ、これ、うんうん、これはあのかけ方、この最初の針金の持ってき方は間違えたって、うんうん、もうちょっとこれがそう、ここまで来てれば、なるほど、この針金がここまで来てれば日本で住んでるね、これ、うん、こう切る位置を間違えた、うん、そういう形です。これやっぱ見た目ですか。見た目、そうです、見た目、うん、でこのなぜここ2本入れたかっていうと、もうこの太さ1本じゃ効かないでしょ、この太さ、はいはい、でこれがここまで来てこう間違えたなるほど。で間違えたけど、まあそんな汚くは見えないと思うので、うん、こう 目先整えていきます。わかりました。でこう目の揃え方っていうのはこう、だいたいまっすぐ上、上するんじゃない、うん、この下を揃えてきます。こう下揃ってでしょ、これ、はいはい、これも、この位置で持ってくれたらこう来て、すると、これが長いかなって、うんうんうん、今つけときますけどね、すると、この輪郭で収まるんですよ、はい、そうするとこう綺麗に見えますからね。で、あと、こう、枝がこう下がってます、この枝が、はい、こうやって下がってます。で、一番目の枝、うん、2番目の枝、3番、うん、4番ってこうなってますけど、はい、1番目の枝がこう上行くんですかね、こう上、うん、これがこうなっちゃう。あ、そうなんですか。不思議なんですよ、これ。おー、こういう、あ、そうか、高さが、うん、こう、うん、1番上の枝はここに来て、2番目の枝はここに来て、3番目の枝、順に下がっていく、うん、これが、この枝が例えばこうなっちゃった、うん、ちょっと不自然に見えますか。なるほど。この順番もあの考えてこう枝配りっていうのやってた方がいいと思います。雑木はこれは松の場合ってことですか。松、あのだいたいこう黒木の場合こう下下がってるから、うんうん、一番奥の枝がだいたい上に来ます。なるほど。先端がこう下がってた場合、最初の枝はこう上に。うんうんうん、雑木の場合は反対ですからね。ですよね。うん、なるほど、はい。この針金でね、こうガーッと締めてます。ここに。この針金の隙間通してこの細い針金通してありますから、これ。ここの隙間ここに入ってるんですね。でこっちは木に直接かかんないように、うん、こう針金の上に縛るようにします、うん、なるほど。ここでちょっと締めますね。こう回しますから。あ、いいですね。木に幹に近づいたでしょ、うん、これ普通ね、こうバンドで縛っちゃうしてるんですけど、ね、はい、かっこ悪いじゃんね、見た目がね。こうだったら目立たないから、はい、な、本当だ、うん、これはどっちするかって、もうこれ頭に持ってきます、はいはい、これを。ということはここの枝が太いんですね、うんうん、これがね、うん、だからこれ切るわけにいかないんで、もうガラッとこう下げますから、ここでもういらないでしょ、これ、うんうん、こうだから、切っちゃう、これ取っちゃいます、うん、ちょっとこれ起こします、これ、うん、上に頭をこうしてき、もうちょっと起こすかな、うんうん、ちょっとこれ枝が多いんで切ってきますからね。はい、もう下からずっとこう向きも、こう頭まで幹が見える、うんうん、やっぱり不自然ですね、これはね。そうですね、そこどうするんだろうって思ってます。取るか、これ。それも取っちゃいます。ちょっと不自然だな。うん、ちょっと取ります、これ。おこれは売り物になるの？
売り物。買い手がいれば売りますけど。もっと肌荒れた方がいいね。あ、文人ってそういうことなんですね。うん、古くないみたいな文人って。うんうん、要は。でもそうなったら、なんかよりかっこよくなりそうです。そう。うん。だいぶいない間に。だいぶ。変わったんじゃないですか。結構切ってますけど。これでいきましょう。枝の出方っていうのは下の方がこうガッと下がってる、うんうん、下の方がこう下がってでしょ、はい、上に行くし下がっていくらかこう上がってくるんですよこれ、うんうん、こうやこうや、はい、こうじゃ極端ですけど、うん、だってこう側全部こう下がったらみんなおかしいものになっちゃう、はいはい、上の方はちょっとこう上で、うんうん、上がるような形で作ってきますから、はい、これからの時にこういう感じもね、じゃあ最初の正面です。最初の正面どうですか？以上。以上。ただこれもうちょっと培養してね、こう余分な枝もっと落としていくでしょ。文人にするならもうちょっと減らした方がいい。うん、あんまり枝つけとくと幹が太ってきちゃうから。ああ、うん。こういうところもこの細さを維持していくためには、こう刃数をその多くしちゃダメなんですよね。なるほど。出来栄えはどうですか、先生的に。ちょっとこれからですね、まだ少ないね。もうちょっと時間が、うん、時間欲しい。あとね、うん、もうちょい半年ぐらいはこのままにしといて、はいはい、で夏場に向かってまた芽が吹いてくるから、うんうん、それで整理してたらいいかなと思うんです。で今日はこんなところですか、うん、あの針金掛けの針金掛けお手本というか教科書的な内容だったかなと思います。あの針金の選び方ですよね、うんうんうん、まず長さと効く針金じゃないとダメですかね、うん、なるほど。渋いですね。渋い気になりましたね。最初と比べても全然だいぶ、ね、木の細さっていうのが出てきたんじゃないかな、うんうん、そうですね、うん、以上以上。ありがとうございます。